で、お父さんと弟が言って、お父さん、あなたが亡くなってから残される財産、これは身代と書いてありますが、財産を私に今くださいって言ったんです。失礼なことですね、お父さんまだ元気なのに今くださいって言った。ほんならお父さんは、まあ、考えた末でしょう、弟にまずお父さんは財産をやりました。ほんだらその財産をもらった弟はその財産を持って遠い町へ行ってしまいました。遠い町、そして宝刀に身を持ち崩して湯水のように財産を使った。今あんまり使わない言葉ですが、湯水のように財産を使った。そしてその国に飢饉が来た、食べ物がない。ほんで彼は困り果てていろんなところへ訪ねていったけども、誰も彼を養ってくれない。やっと彼が見つけることができたのは豚の世話だったと書いてあるわけです。私たちは豚の世話って言ったら何とも思わないですが、これユダヤ人に言ってるんです。イエスがユダヤ人は豚なんか絶対食べないですよ。だから豚飼いになったってことはね、この青年はもう最低に落ち果てたと言ってるわけです。だから私日本人とはちゃうんですね。日本人は豚も食べるし何でも食べますから、ね、この前皇居の人に、皇居で天皇の職員の人に、外国人が日本においでになって晩餐なさるときにどういう肉を使うんですかって聞いたんですよ。例えば豚って言ったらアラブの人、つまりイスラムの人は食べませんね。ユダヤ人も食べない。だからフランス料理の時に豚は出さないでしょって言ったら、もちろんですよって言ったんです。牛を出したらどうするんですかって聞いたら、インド系の人は食べない、ヒンズーは。では何を出すんですかって言ったら、皆さん覚えたらいい、羊です。羊もね、成人の羊じゃないです、これはマトンって言うんですが、ラムですね、ラム、子羊の肉、ラム。これは皆さん教養として知っておいてください、ねぐれ知ってないって顔してらっしゃるでしょうけど、ラム、これは柔らかい。あのね、肉というのは酸性からアルカリ、あるでしょ、酸性アルカリ、ちょうど真ん中のところ中性というんですね。ほんでこのアルカリと酸性があるわけ。アルカリに近い方をたくさん取ってる人は健康です。がん細胞を取って解剖すると酸性なんです。だから酸性って人間を病気にするんですね。で肉というのはほとんど全部、いや全部酸性なんです。で肉ばっかり食べてる人はがんになりますよ、いつも酸性になるから。だから皆さんがさっきのフランス料理なんか行くと、そこに果物とか、あるいは特に野菜があるでしょ、肉だけじゃなくて野菜がある。あれは何かというと、あなたの体を少しなりともアルカリにするために置いてあるわけ。だから肉は好きやけども、こんな野菜はいらんわいう人は明日からガンってなる。そういう意味なんだ。みんな分かってるんですね。だからそこに野菜を置いてるわけです。だから私たちはできるだけ野菜を食べたり、ほんな体はアルカリです。公園させてもらっても走っても何しても疲れない、それアルカリになってるから、日頃からアルカリに気をつけてるから。だから酸性をやってると脂肪分がたまるし体は元気ないですよ。これついでに、でその酸性の中でも、じゃあ酸性の中でも一番アルカリに近い肉って何です。これが子羊の肉なんです。ラムです。こういうことです。さっきの話全部忘れたとしてもこれだけ覚えたらいいです。北京で何か起きるか知らんとインフルエンザがなんだという人はこれだけの覚えてですね、子羊のラムお願いします。さてその最低の仕事というか、最低の彼はどこまで落ちぶれたのが、豚を買ったという意味なんです。もうこれでもう全てを語ってるんです。ちょっと下の2ページの下をご覧ください。5節じゃあ15節ですね。それでその国のある人のところに身をしたところ、その人は彼を畑にやって豚の世話をさせた。彼は豚の食べるイナゴ豆で腹を満たしたいほどであったが、誰一人彼に与えようとはしなかった。もう豚を飼うとこまで行ったけど腹減って、その豚の食べるイナゴ豆でこれは硬いもんですよ。それでもくれなかった。もうどうしようもない。もう行くところまでもう行ってぐしゃっとなったわけですわ。今人類はそこに来たんや。今度戦争したら核や、今言ったように。そしてウイルスという最強の敵を表できる。そうでしょう、人口、食料、みんなそう。だから中国を滅ぼすと言ってる連中は何だって分かるように、人口14億、この人たちが飯を食い、魚を食い、野菜を食ったら世界は破綻します。ちょっと秘密の数字を言いますが、2020です。2020年に世界は崩壊する。もうそれ以上生きれないって意味なんですね。これは世界支配の連中の秘密の数字です。2020。
今2008ですが、あと12年です。2020年が限界点だから、ヨーロッパの連中を見ると彼らはそこまでに中国に肩をつけたいって言ってるわけです。そういうことなんです。だから中国崩壊の背後はヨーロッパを中心とした世界権力です。僕は1ヶ月前に、それについて世界の闇組織とは何かというテーマでございました。世界の闇勢力です。その連中、2020年がその限度だから中国を滅ぼすわけです。先ほど松下電器のパンフレットを皆さんにちょっとだけ見せました。どこ行っちゃったか、もうこれあったあった、ありました。ほんでこれ4ページにわたってるんですが、この2ページ目のところ、1ページ目のところに鳥新型インフルエンザを知ってますかと書いてあって、この下に地図があるんです。ヨーロッパで一人も鳥インフルエンザで死んでない、一人も。今一番よく死んでるのはどこだ、先ほど言いましたインドネシアです。中国なんか隠してるわけです。なんでヨーロッパはあんだけ美しくて、なんでアジアは人口集まってめちゃくちゃなのよ。この松下電器の発行してるパンフレットで一目瞭然。だから世界政府を作ろうとする連中の中心部分はヨーロッパにあるということが分かる。お話しなくて、まだ秋になったらまだ EU の話をしなくていけませんでしょうけど、そういう動きが分かると思います。でそこで人類はずーっと落ちてきたんです。お父さんから、その弟が離れていったように造物主、初めに神が天と地を作った、宗教じゃない、作り主から離れた、俺は勝手に行けないや、ずーっと。ほんでもう今この限界点まで来て、二つの道がある。一つはこれでも俺は自分で生きるんや、だから世界政府を作って、それなんです。余計な人口を抹殺する、それは一なんです。もう一つはさっき僕 と言いましたが、あのトマト、ああ人類は間違ってたな、俺らを作った作り主のもとに帰らなくちゃいけない、もっと謙遜にならなくちゃいけない、二つあるんです。今特にヨーロッパでその二つの思想がガチーン衝突してる。実はそれを、まあ、時間あればゆっくり話したかけど、まあ、話できないですいません。この二つに分かれてるんです。だからみんながみんなこれで世界支配へヨーロッパの人が持っていくとは違う、ちょっと待てというのとかあるんです、うん、もう限界だと。だから我らは謙遜でなきゃいけない。だからトマトを見ても花を見ても木を見てもみんな生きてるじゃないか、なんやねん人間が征服者だっていうのが一で、いやー謙遜にならなきゃいけない。この戦いはあともう少し続くでしょうね。ほんで皆さんそれ知っておいてくださいよ。そして下のところもっぺん最後もっぺん見ましょう、17、しかし我に帰った時彼は、弟は17です、しかし我に帰った時彼はこう言った、父のところにはパンの有り余っている大勢雇い人が大勢いるではないか、それなのに私はここで飢え死にしそうだ、立って父のところへ行ってこう言おう、お父さん、私は天に対して罪を犯し、またあなたの前に罪を犯しました、もう私はあなたの子と呼ばれる資格はありません、雇い人の一人してください。おい、俺らは作り主である神の前にこう言おうじゃないかという、随分多いんです、我は確かに間違ってたんやですね。ほんで20、こうして彼は立ち上がって自分の父のもとへ行った、もう恥ずかしくて情けなくてお父さんの財産も使い果たした、だけどこうして彼は立ち上がって自分の父のもとへ行った、ところがまだ家までは遠かったのに父親は彼を見つけかわいそうに思い走り寄って彼を抱き口づけしたって書いてあるんです。お父さんが飛んできてくれたんですわ、思いもかけないことでした。これ何か、愛情です。彼は愛情を忘れてた。さっきトマトの話見てもトマトは愛情を求めてんだ、言い過ぎですか、どんなもんでもそうですよ、あなたもそうです。しかし求める相手の愛情があかん、あの女に愛情なんかあるものか、そうでしょ、あの男に愛情なんかないと思うわよ、そうでしょ、人間なんてのはね、あなたが考えると同じや、しょうもないんですわ。だけどある人がこの前ある人が送ってくれた本の1ページ目と書いてあった、植物本位で生きていきましょうって書いてあった、俺ものすごい衝撃やった。え、人間本位に人間の社会で生きてるのちゃうか、だから間違いや、植物本位で物事を考えましょう。あなたの書斎の机の上に一本の生きた植物が植えられてる、あるいはあなたの庭にいろんな美しい植物がある、それを眺め育てることであなたの人生の考え方は変わると書いてあった。
我らは今まで人間ばっかり相手に。